はい。えー、今回は YouTube から新しいお知らせです。スーパーサンクスっていうのはね、今までも皆さんご覧になったことがあるかもしれません。YouTube を視聴中に、まあ、いわゆる投げ銭ですよね。投げ銭で応援したいなと思ったら、スーパーサンクスってボタンを押すことによって、えー、YouTube をね、作ってくださる方に、まあ、そのお礼をお金でお示しすることができますよってことなんですよね。えー、こちらのスーパーサンクス、実はね、YouTube ショートでも利用可能になったってことなんですよ。 YouTube ショートっていうと、本当にね、10秒とか20秒で作った、言ってみれば適当な動画が再生数数万回っていうのをすぐに実現させてくれますので、こちらの方もね、飽和する前に参加して、スーパーサンクスを狙ってみてもいかがでしょうかということです。ちょっと読まさせてもらいますね。スーパーサンクスが YouTube ショートで利用できるようになりました。YouTube ショートの収益力を高めながらファンと交流できる機能です。 対象となる視聴者が YouTube ショートコンテンツでスーパーサンクスを購入するとカラフルに目立つコメントをして表示されますということでスーパーサンクスでコメントを書くとコメントを書いた人も目立つので得ですよってことですよねスーパーサンクスを最大限に活用するためのヒントをご確認くださいということですえ今回私の場合はすでに有効になっていますと え、これについてファンに伝えましょうってことがありますので、私のショート動画もぜひご覧くださいと今伝えさせてもらいました。えー、そしてスーパーサンクスの購入者に感謝の気持ちを伝えましょうってことで、これは新しい動画でね、えー、また感謝の気持ちを表現したいと思います。えー、こんな形になってますね。メールは役に立ちましたんで、ニコちゃんマークを押しておきましょう。あ、切り替わっちゃいましたね。<laughs> すいません。<laughs> はい、ということですんでね、今回スーパーサンクスが利用可能になりましたというお知らせでございました。あー、やっぱりね、こういった機能がどんどん増えるとありがたいですね。 それでは皆さんまた別の動画でお会いしましょう。